孫悟は関羽に対し武威を示すも慶州の奪還には至らなかった。呂宿は事前の手として関羽と講和、両者の緊張状態を回避する。孫権の呉、劉備の蜀、両者の命は危ういながらもその形を保った。その翌年、曹操の魏が漢中の長老を討ち、その一帯を制する。破蜀から漢中を望む劉備にとって、そこに翻る曹魏の旗は脅威。劉備はこの状況を打開すべく孫権のもとへ使者を派遣。慶州の一部の返還を条件に曹操の背後をつくよう要請してきた。したたかなる劉備、しかしそれを利することで得るものもある。曹操が漢中に目を向ける今こそ魏との戦線を押し上げる好機。孫権は出兵を決意。関寧、梁等、呂宿らと共に揚州を進む。多敵孫悟の方向が合肥の大地を震わせる。孫忠謀、この天下を新たなものとせん。殿、いいんですか。劉備とは命があるとはいえ、この合肥攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん、劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあ、こちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいがな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ち、あんたな、少しは考えるってことをしろっつうの。いや、関寧の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と精神なくしては望めぬ。我ら孫悟の部、全力をもって当たらねばならんな。太子侍たちが部を示すならば、知略は私と呂宿に任せてもらおう。おう、周瑜殿、お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や地勢など周遊殿と俺で司祭につかんだ。関連、両党、俺たちの話をよく聞いておく。二人とも突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫悟の治癒、この合肥にほとばしらせるのだ。警戒すべきは長領だけではありません。学臣李典、歴戦の将の姿も見えます。彼らが連携すれば苦戦は必至ですが、連携させねばこちらに分があるはず。策はすでに用意してあります。指揮は私と呂宿にお任せください。では参りましょう。武門孫悟の精髄、ここ合肥に示すのです。敵は我らの退路、小司教を狙ってくるはず。我らは先にそちらの危機を除きます。他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を小司教の別動隊からそらすのだ。おい、あんた、頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。ぐちぐちうるせえな。おめえこそ
下手打ったりするんじゃねえぞ。敵はこちらの隙を狙い伏せています。おそらくはあの拠点あたりだ。正式は守れましたが、総領を取り逃したのは厄介ですが、まあ我らの目的は合皮城の制圧。総領はひとまず置いておきましょう。ただこの先へは行かせんぞ。羽橋をあげられてしまいましたが、城を目指しましょう。孫権殿は今猛しく戦っておられる。ならば俺はこの戦に神明を閉じ、孫作殿の道を継ぐ若き虎の孫賀となろう。あの崖、奇襲には絶好の場所ですが、これが敵ならあの上に奇襲部隊を配します。超軍軍いざ参る。長領が南に出現しただと。このままでは太子氏が危ない。心配は無用、すでに手は打ってあります。我らはこのまま進軍を続けましょう。ロシクとシュウユには全て見えているのだ。敵の策、地形、この戦の何もかもが頼みに預かり光栄ですと。しかしこれは軍師として当然のこと。殿が描く天下のため力を尽くすのが我らの役目です。うん、お前たちがいれば心強い。この戦に勝利し、孫武の天下を切り開くぞ。嫌な予感はしてたけど。敵かよ。ああ、銃が台無しだ。ここは一度引かねば。だが、これで終わりではない。歴勝打ち取ったり。お見事、見せつけてくれますな。おう、助太刀くださるか。お見事、見せつけてくれますな。その勢い誰にも止められますまい。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。強いぞ俺。ここは一旦引いとくぜ。まだやんなきゃならぬことがあるしな。さあここまでだ。おお、堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですな。合皮城の門は固く閉ざされている様子。開けるには勝者が必要でしょうか。中央砦にこの作兵を待機させてあります。羽橋を押し、彼らを出動させましょう。待ってるな、ねえ。この戦、俺も楽しませてもらうぜ。見事な戦を選んだ。よくぞ持ちこたえられた。
敵に。勝者の準備は整いましたな。あとは城門を開けるのみです。今こそ神明を閉して戦う時。合皮の城は我らが守ります。これ以上好き勝手させるかよ。やはりただでは通れぬようです。勝者を援護するため奴らを倒しましょう。合皮城の門は開きました。さあトロ、皆に号令を。ああ、全軍進め。合皮より下軍を除くのだ。よしくはうまくやってくれたかようだ。よし、我々も進軍を開始する。剣を中心に皆がまとまっている。立派な孫悟の王になったものよ。ああ、だな、親父。俺たちも剣のために頑張ろうぜ。豪快な暴れっぷりさ。何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に先達に導かれ、それを超えるべくかけているからだ。孫悟三代の治癒、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの治癒をたたえよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも奴とはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、忠勇、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったのか。孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。皆、よく戦った。勝ち時をあげよう。この戦、我ら孫悟の勝利だ。蒙古は合皮に吠え、その勝利を天下に轟かせた。周瑜、ロシクら歴代の都督の英知、そして関寧、両党ら東商の武勇、それらが孫権のもと一つとなり魏軍を圧倒したのである。魏の首相長領らは合皮を捨て呪春へと交代。結果、孫悟の葬儀に対する戦線は大きく押し上げられた。またこの戦で孫権、孫策らが戦列に復帰。若き当主として奮戦する孫権を支え、
大いにその武を振るった。今こそ天下二分を打ち破り、新たな時代へと進む時。孫悟の将兵すべてがたける、武門の血潮をたぎらせ吠える。虎は駆ける、ただひたすらに明日へと向かって。劉備も漢中で曹操を破り大きく前進したとのことです。天下二分、いよいよ曹操を打つべき時が近づいてきましたな。ああ、劉備か。真の受ける限りにおいては頼もしい盟友だな。しかしいつまでもそれでよいのでしょうか。孫悟が天下を制するにはいずれ視野を広く持て。よもう天下の姿は今までに描かれなかった形もあるはずだ。天下の姿、剣。おお、父上、兄上、ご回復何よりです。やったじゃねえか。お前の戦見せてもらったぜ。いえ、私などまだまだですが、これで私はまた兄上の元で戦うことができる。何言ってんだケン、あとは頼むって言ったろ、忘れたのかよ。ですが兄上。さあケン、お前が描く孫悟の天下への道、俺たちに見せてくれ。はっ。